はい、こんにちは。今日はですね、今ね、ここね、画面を映してます YouTube プレミアム。このね、YouTube プレミアムは意外とコストパフォーマンスいいんじゃないかなというお話をしてみたいと思います。私ですね、今からですね、1ヶ月から2ヶ月ぐらい前、いつだったかな、ちょっと忘れたんですけど、 YouTube プレミアムに加入しました。でね、この YouTube プレミアム、どういうものかと言いますと、まあ、YouTube が提供しますサブスクリプションサービスでございまして、月額がですね、確かね、1180円でございます。でね、この YouTube プレミアム、このサブスクリプションのサービスね、加入するとね、どういうことができるかって言いますと、まあ、ここも書いてるんですけど、広告はなくなったりですね、動画見てる時の途中でね、広告はね、入ってくるかと思うんですけど、広告はなくなったりですね、あとね、オフライン再生、要は、まあ、ダウンロードしてね、まあ、YouTube を見ることはでき、YouTube を視聴することができる。あとはね、バックグラウンド再生ですね。要はね、スマホの、画面がね、切れた状態でも YouTube は再生できる。あと最後にね、YouTube ミュージック。Google Play ミュージックは今後ね、なくなるみたいなんでね、それの代わりとしてね、YouTube ミュージックは利用できますよ、といったことができるサービスでございます。でね、このね、YouTube プレミアム、結構ね、巷の情報、話だと、意外とね、お値段高いねと、月々1180円って高いよっていうね、声が多いかなと思うんですけど、実は私はね、個人的にはこれね、非常にね、コスパがいいサービスじゃないかなというふうに思ってます。っていうのが、実際ね、1ヶ月、2ヶ月ぐらい加入して、るんですけど、私ね、このね、YouTube プレミアム入ってね、何をしてるかっていうと、通勤時間と、あとジョギングの時ですね、ここ書いてるような、オフライン再生ですね、YouTube の動画をダウンロードして、まあ、通勤中とか、あと、ジョギング中にですね、耳で聞きながらですね、YouTube を楽しんでるという感じでございます。でね、耳で聞きながら YouTube を楽しむっていうのが、私の場合ね、ビジネス系の YouTuber であったりとか、あとはね、書評、まあ、本のね、感想とかをね、YouTube でね、こう紹介するような、まあ、書評 YouTuber っていうんですかね。あとは、何言えるかな、あとは、まあ、勉強系ですか、の YouTube とやったりとか、あとは結構有名なね、例えばメンタリストの DAIGO さんであったりとか、ホリエモンとかですね、そういったまあ、有名人ですよね。まあそういった人のね、YouTube のね、動画を見ながらですね、結構ね、学習にね、使っております。でね、その系のね、YouTube の動画っていうのは、まあ映像なくてもね、耳だけでね、聞いてもね、十分ね、楽しめるんですよね。なので、まあ、通勤の時、運転しながら YouTube を耳で楽しんだり、あとね、ジョギングの時なんかも、まあ耳で、楽しみながらジョギングをしてるというふうな感じでね、楽しんでるんですけど、まあ、一日どうですかね。私、通勤時間が片道1時間なんで、往復2時間。そして毎日ジョギングしてるんですけど、だいたい1日1時間ぐらい走ってるんで、まあ合計3時間ぐらいですか。まあ実際には3時間もはね、YouTuber、見てはないんですけど、まあ、1日2時間ぐらいはね、YouTube でね、いろいろ学習してるかなという感じなんでね、そう考えると、まあ、1日2時間で1ヶ月するとですね、まあ、60時間以上ね、YouTube を楽しんでることになりますんで、まあ、そう考えるとね、非常にコストパフォーマンスね、高いんじゃないかなというふうにね、思っております。という感じでね、YouTube、ただね、だらだらとね、こう、有名人のね、とかお笑いチャンネルを見るだけじゃなくてね、勉強のね、学習ツールとしてね、考えるとね、非常にね、いいものかなと思いますし、あとね、まあ、学習ツールと考えると、月々1180円でね、いろんな学びが得られるというふうに考えるとですね、これはこれでね、また安いかなと思いますんでね、ぜひ、そういった形でね、YouTube っていうのをね、使ってみるっていうのもね、面白いんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今日はですね、YouTube プレミアム、意外とね、コスパいいんじゃないかなというふうなね、お話をしてみました。今日の動画ね、参考になりましたら、ぜひ高評価、またね、チャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい。ということで今日はね、この辺で動画を終了いたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。